どうもアゴラ編集部の磯貝です。今日はですね、今まで、ありそうでなかった、便利グッズをですね紹介しようと思います。それが、こちらの、イナテックのですね、HB4009 という商品なんですけれども、ご覧になれますかね。一見すると単なる USB ハブに見えるんですけれども、ここにですね、M ポートという聞き慣れないポートが一つついてるんですけれども、これがすごいんです。これマジイナテックはマジックポートと名付けてるんですけれども、何がマジックなのかというとですね、これに USB ケーブルをこう挿して、2台の PC に、こちらとこちらで挿すだけでですね、なんとメインのこちら側を挿した PC で、こちら側の USB を挿した PC をコントロールができるという。しかも驚きのこれ、異なる OS、 例えば Mac と Windows とか、関わらずですね操作ができちゃうという非常に優れた製品なんですけれども、ちょっと今日はこれを実際につなげて、どんな動きをするのかをお見せしようと思います。僕の場合は、こちらの Mac をメイン使って、普段作業をしてるんですけれども、会社から支給された Windows のマシンもですね、場合によっては使うという形で作業をしています。で、普段は2台の PC を並べて作業によって PC を変えて、やっていたんですけれども、このマジックポートでですね2台を接続することによってですね、メインの Mac の Mac で Windows も作業ができちゃうと、キーボードの持ち替えをしなくていいという非常に優れていますので、今実際につないでみましょう。まずこちらの本体の USB を Mac の USB ポートに挿しますね。で、続いて、こちらのマジックポートに、USB ケーブルを挿して、で、お隣の Windows の機械の USB ポートに挿します。はい、挿さりました。接続は以上です。これで、ドライバーが自動的にインストールされて、Mac で Windows が操作できるという状況になりました。 USB1 本でつなぐだけです。はい、マジックポートで今接続された状態です。で、今カーソルはですね Mac で操作しております。で、このカーソルをちょっと注目してもらいたいんですけれども、これをこのまま Windows の方にやると、はい、今 Windows の方にカーソルが映っております。で、まるでマルチモニターのような操作方法で、Mac のキーボードで Windows の機械が操作できるという状況です。で、例えば今 Windows の方にカーソルが来てますけれども、ここで例えば、Word を開いて、Mac のキーボードで、文字が打てると、作業ができる状況が確認いただけると思います。はい。で、さらにここからすごいのはですね、ファイルを2台の PC でドラッグ&ドロップでですね、ファイルが転送できちゃうという、
実際にやってみようと思うんですが、じゃあ例えば Windows のファイルをそのまま Mac に転送いたしようと思うんですが、じゃあこの PowerPoint ファイルで、太陽光の導入量と認定量という PowerPoint のファイルがあるんですけれども、これをそのままドラッグして、ビートを Mac の方に持ってきて、はいと、ここにコピーをされましたと。はい、こんな形でドラッグ&ドロップで、ファイルが転送できてしまうという異なる OS 間でもファイル転送がスムーズですし、マルチモニターのように操作ができると。1台の PC のキーボードとマウスで違う PC を操作できるということがお分かりいただけたと思います。いかがだったでしょうか。 Inatech の HB4009、今日は Mac と Windows という異なる OS の接続でしたけれども、ご覧のように、Windows と Windows、 Mac と Mac といったような接続も可能になっておりますので、使用用途としてはですね、例えば、僕のように、2台 PC を並べて、作業しなければならない人とか、例えば家にメイン PC があって、持ち運び用にノート PC を外で使うと、でファイルを共有したいという時に、まあ、ドロップボックスのようなクラウドがいまいち信用ならないと。いう人はこういうこの商品のようなものでつなげてファイルを共有する、転送するという使い方は非常に便利だと思います。この Inatech HB4009 ですが、今現在 Amazon で購入可能なんですけれども、だいたい4000円ぐらいのものですの でもちろんそのこの2台の PC を1台で操作できるということ以外に、まあ USB ハブとしても使えますし、あまりそんなに高額な商品ではないので、ぜひ、一度お試しいただいても面白いのではないでしょうか。それでは。